マルコポーロ、香港マルコポーロ、香港は、香港の急流半島、チムシアッツィにある高級ホテル。マルコポーロ、香港マルコポーロ、香港マルコポーロ、香港の一イギリスの植民地下であった1969年にオープンした。当時のチムシアッツィのホテルとしては、最大級の規模を誇った。その後、数度にわたりリノベーションを繰り返し設備を近代化し、現在に至る。 チムシヤッチの突端にあり、ハーバービューの客室やラウンジなどから、ビクトリアハーバーと香港島の景色を目の前に見ることができる、眺望の良さを誇る。大型客船が接岸するオーシャンターミナルや香港最大級のショッピングモール、開港場、高級デパートのレーンクロフォードに直結している上、いよいよ厚道周辺の繁華街や香港文化中心にも、 徒歩数分圏内という便利な立地にある。また、歩いて、すぐのところにスターフェリーピアや、バスターミナル、タクシースタンドがあるほか、徒歩数分圏内に、MTR の駅が複数あるなど、交通の便も良い。オーシャンターミナルに直結している上、急流と香港島を結ぶスターフェリー乗り場や、バスターミナルに隣接し、雨天時でも雨に濡れずに、アクセスできる。また、 MTR トンバ線のトガリアズマ駅、MTR 湾線のチムシアッツ駅の駅にも徒歩数分でアクセスできる。また、香港国際空港と市内のホテルを結ぶ定期バスが停車するほか、ホテル専属のハイヤーが用意されており、空港との優勝送迎のほか、時間単位での貸し切りも可能である。なお、タクシーで訪れる際には、隣接して、マルコポーロプリンスと、 マルコポーロゲートウェイと同じ系列のホテルが2軒建っているため注意が必要である。ありがとうございます。